金沢市図書館、金沢市立玉川図書館、金沢市立玉川図書館は、石川県金沢市玉川町にある、金沢市立の公共図書館である。本館は1978年竣工。設計は、谷口五位設計共同体で、谷口義郎が総合監修、その息子の谷口義雄が設計を担当している。急戦売校舎金沢工場の建物に現代。 建築を融合させた建物が特色。別館として近世資料館を併設する。谷口義郎、吉尾夫氏の共同作品はこの建物が最初で最後である。玉川図書館別館は旧石川県庁舎や国会議事堂などの設計を手掛けた八橋県吉の設計による。1996年に登録有形文化財に登録されている。 玉川図書館の文館として、城北文館がある。また、2008年11月には、隣接地に絵本などを扱う金沢市立、玉川子ども図書館を開設した。金沢市図書館としては3番目の本館で、石川県内における児童向けの図書館は、小松市の小松市立空と子ども絵本館に次いで2館目となる。玉川子ども図書館は、建て替えのため、 2019年4月から3年間の休館となる。別館玉川図書館の文館として、前田市、前田育特会などから寄贈を受けた10万点余りの金星資料の保存、修復を行う。保存されている資料は閲覧、復写が可能。ありがとうございます。